リジェの新製品がアメリカの FCC に登録され、間もなく出てきそうです。はい、どうもサラクです。今日は2024年2月9日金曜日になります。今日の話題なんですけども、DJI ドローンの新製品がアメリカの FCC で登録されたという話をしていきたいと思います。その前にですね、私のチャンネルは旅チャンネルの方も開設しておりますので、そちらの方 PR させていただきます。はい、こちらがですね、私が今やっている、旅チャンネル、サラクーのチタビチャンネルというチャンネルを開設しております。今現在ですね、徒歩で千葉県一周というものをチャレンジしておりまして、今日のですね、20時半からもプレミアム公開で公開しようと思っております。今回ですね、千葉県の御宿あたりを歩いた動画というところをですね、上げていきたいと思っております。こちらの方はですね、ずっとね、シリーズでですね、千葉県一周してますので、ぜひですね、興味のある方は見ていただければね、ありがたいなと思っております。こちらに関しましては、この動画の概要欄のトップのところにそのリンク先貼っておきますので、ぜひ見ていただければありがたいと思っております。はい、ということでね、PR 以上となります。ではですね、ドローンの話に戻したいと思います。はい、ということでですね、今回、ドローンなんですけども、DJ のね、ドローンとして、新製品のドローンにはなるんですけども、アメリカの FCC の方で新たにですね、登録されたということがですね、確認できました。こちらの方もですね、アメリカの FCC ID の方で見ることができますので、そちらの方もですね、どういうものが出てくるかというところの確認と、あとですね、アメリカの記事になるんですけども、アメリカのドローン XL の方で記事になってましたので、そちらを見ながらですね、どういうふうなドローンが出てくるかということをですね、話していきたいと思います。ではですね、まずアメリカの FCC ID どういう形で登録されているかというところを見ていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、こちらですね、アメリカの FCC といって、電波をですね、主に扱っている当局の、ID ですね、これ ID でね、登録されているんですけども、今回ですね、こちらの ID、SS3 というのが、DJI の FCC ID に該当するんですが、2024年2月7日にですね、2つ登録されています。でですね、まず1つ目が DJI ドックの新しいドックですね。DJI ドック2というですね、ものが登録されました。こちらに関してはですね、ドローンがドックに入って、そこからですね、充電したりとか、そういうふうなですね、基地で使われるようなドックということで、これもですね、新しいドックになります。DJI ドック2というものになります。で、もう一つがですね、ドローンが2つ、登録されております。こちらもですね、同日に2024年の2月7日にですね、登録されているものなんですけども、一つ目ですね、DJI Matrice 3D というものですね。で、もう一つがですね、DJI Matrice 3TD というドローンになります。この2つのね、ドローンが新たに追加されて、新製品として出てくるということになるかと思われます。こちらの方ですね、アメリカの FCC ID の方、登録されるとですね、数ヶ月以内にですね、新しいドローンがですね、出てくるということになりますので、今回は DJI ドック2というですね、DJI ドックの次の S タイムですね、ドックと、あとですね、ドローンが2つ、マトリスシリーズになるんですけど、マトリス 3D とマトリス 3TD というですね、ドローンが出てくるということになります。でですね、実際今どういう風なドローンかというところがですね、アメリカのドローン XL の方で記事として書かれてましたので、そちらの方、情報シェアの方していきたいと思います。はい、こちらですね、アメリカのドローン XL の記事になります。DJI ドック2、マトリス 3TD 及びマトリス 3D ドローンが FCC データベースに登場という記事になっております。ちなみにですね、3DT って書いてありますけども、こちらですね、3TD のね、誤りだと思います。ということでですね、こちらの方がですね、出てきたというふうな記事になっております。画期的な DJI ドック2及び DJI マトリス 3D ドローンが登場ということになります。こちらの方ですね、DJI の方が DJI ドック2、マトリス 3TD 及びマトリス 3D で再びですね、注目を集めてますよということで、現在正式に国際リリース向けて注目されてますということになります。アメリカの方のですね、FCC の方にも正式に登録されたので、国際的リリースというところですね、注目されているというものになっております。こちらに関してはですね、ラベルの方は技適マークもついてますので、日本での発売もですね、間もなくと
思われます。でですね、ここからですね、どういうものかというところですね、説明していきたいと思うんですけども、まずですね DJDOC2 に関しては、スペース効率とか機能の強化を目的に設計されたイノベーションとして、登場しているということになっております。体積としてはですね 75% 削減で、重量はですね 68% 削減して、ドローンを除いた重量はですね、わずか34キロというようなものになっております。でですね、塵とか水の侵入をですね防ぐ、保護等級なんですけども、 IP55 のですね等級を保持しているということになっています。で、最大10機の優れた動作範囲を備えているということになっております。で、実際ですね、こちらの方が、ラベルの写真ということになってまして、これは DJDOC2 のですね、モデルということでね、こちらのね、ラベルが出てきております。で、実際こちらの方にですね、技的マーク、取られてますので、日本での発売というのもですね、間もなくということがね、考えられるかなと思います。で、続いてですね、ドローンの方です。DJ マトリス 3D シリーズということで、DJ はですね、先ほど言った DOC2 に伴って、マトリス 3D およびマトリス 3TD ドローンをですね、発表して、ドッキングステーションの互換性を明示した、設計した同社初のドローンをマークするということなので、こちらの方ですね、マトリス 3D とかマトリス 3TD とですね、DOC2、これがですね、ある意味セットで売られるというような形になっております。で、こちらのですね、マトリス 3D のドローンに関しては50分のですね長いバッテリー寿命をですね提供しているということと、あとですね、今ですね、マビック3と同じような、6方向の障害物回避機能をですね備えているというような形になっております。で、最大動作範囲はですね10キロで、定格400サイクルのバッテリーがですねサポートされるということになっております。このですね、ドローンに関しては RTK モジュールがですね、組み込まれていますので、プラマイ3センチの精度をですね実現できているというようなですねドローンになっております。で、さらにですね、カメラの方はメカニカルシャッターを備えたマイクロフォーサーですね、広角の3分の4 CMOS がですね積まれてて、で、20メガピクセルのセンサーになっております。あとですね、望遠カメラとしては2分の1インチの CMOS のですね、カメラが積まれておりまして、12メガピクセルの、センサーが装備されているということになっております。またですね、マトリス 3TD の方は 1.32 分の1インチの CMOS センサーに48メガピクセルのセンサー。あとですね、マトリス 3D と同じですね、望遠センサー、および640×512 のですね、サーマルカメラもですね、イメージング機能として強化されているというような形になっております。実際のラベルですね、こういう風なラベルが出ております。こちらですね、3D ですね。もう一つですね、3TD になります。こちらの方はですね、両方ともですね、技的マークついてますので、日本での発売もね、あるということになります。はい、ということでですね、アメリカの FCC の本データベースに登場したということなので、こちらですね、グローバルにも展開されるということになります。こちらの方ですね、ちょっとね、軽く説明しましたけども、実際はですね、DJI の中国の方のホームページに行くと、もうこちらの方はですね、製品として売られてますので、そちらの方もですね、ちょっと軽くね、見ていきたいと思います。こちらですね、中国の DJI のですね、エンタープライズ向けのドローンのページになっております。こちらの方ですね。押すと、エンタープライズ向けのですね、ドローンの方に飛んでいくことができます。で、こちらの方ですね、どういう風な製品かというと、ここに特にですね、DJDOC2、すでにあります。こちらですね、DJDOC2 のですね、これ、中国語で書かれてるんですけど、DJDOC2 になっております。なので、実際ですね、これが、世界的にね、売られていくというようなね、形になります。このようなね、コンパクトなやつということで。これはですね、以前も動画でね、紹介させていただいたんですけども、今回ですね、新たに、アメリカの方でも、売られるということで、日本でもですね、これは間違いないですね、売られると思いますので、今回ですね、ドローン XA の記事の方でね、紹介させていただいたというような形になります。これがですね、DJI マトリス 3D とか、Mediaマトリス 3TD というのね、ドローンになってます。これは実際ね、こういう風なことが書かれております。はい、ということですね、以上となります。はい、いかがだったでしょうか。今回ですね、DJI ドローンの新たな新製品ということが、グローバル展開ですね。もともと中国の方で先行されて売ってたんですけども、これがですね、アメリカの FCCID の方にも登録されたということで、アメリカで発売されるのはね、ほぼ確実。で、ラベルを見る限りではですね、技的マークもついておりますので、日本で発売されても確実ということで、これはですね、まず中国の方で先行されて発売されたんですけども、これからですね、世界
界中で発売されるドローンということになるかと思われます。はい、ということですね、今日の話題は以上となります。こちらではこのような話とかドローンのノウハウ、新製品のレビューとか行ってたりします。随時最新情報もアップデートしてまいりますので、ベルマーク、辻ボタンの方をオンにしていただくとありがたいです。それでは次回の動画でお会いしたいと思います。楽しくドローンを倒しましょう。以上、サークでした。さよなら。バイバイ。